こんばんは、リンパケアサークルゆるふわの和清です。今日は、座りながらできる骨盤底筋ケアをご紹介したいと思います。こちらですね、大切なことというか、今日お知らせするというかお伝えする方が、例えば人工関節なんかで内転できないよ、内旋できないよとか、そういう方に向けた、その体に不自由というか、ちょっと不具合があってちょっとしづらい体勢があるんだよって方に、でもできる、セルフケアの方法になりますので、決して無理せずに自分ができる範囲でしていただいたらいいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。はい、やり方なんですけども、このようにも椅子に座りながら、していきます。ケア方法としては撫でることだけです。で、あと撫でた後に実際に体を動かして、その変化を感じてもらう、緩めて、変化を感じて、でそれをその体感的に、あ、こんだけ変わるんだっていうのが分かってもらうと、どんどん変化が大きくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきます。でまず最初はこういうふうに座ったままでできる状態っていうか、座ったままでできますので、もうそのまま座っていただいたら大丈夫です。でそのまず最初はここです。みぞおちからここですね、足の内ももに近い形です。近い位置で構いません。これを縦方向に1、2、3、4回、別に8回でも何回でもいいです。一応順番を覚えるためにこの方向で撫でるよ。で続いて今度は骨盤の前側を撫でますね。で座りっぱなしなのでちょっと分かりにくいかもしれませんけど、ここですね、ここの、骨盤があった骨盤のこの前側ですね、股関節のところ、なんだろう、こういうコマネチラインっていう言い方をしたりもすると思うんですけど、この内側のとこで、できればこの恥骨のところに向かってさーっと撫でていってください。で続いて今度は後ろですね、ここのお尻になります。で、お尻のところのここのところを同じようにさっさっさっさーっと撫でてください。お尻側ですね。でこれも座りながらで大丈夫なので、こういう感じでさっさっさっさーというふうにお尻を撫でてます。で最後に今度はここのこう立った状態だとしたら、今度この裏というか下ですね、座骨の方から恥骨の方に向けるところになりますけど、ここに椅子に座った状態のも状態あのままで大丈夫ですね。届く範囲でいいです。でさっ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 さーというふうに撫でてください。どうしても座ってると分かりにくいかもしれませんけど、ここの裏側っていうか下側を撫でるようにしてもらったら大丈夫です。その状態を撫でてもらう。でそのまま撫で終わった後に手のひらを返していただいて、でこのまま上体の方にです。で深呼吸します。吸って吐いての時に、ここですね、息を吸った時に骨盤底筋っていうのは下がるので、その下がってくる、で息をふーっと吐いた時に骨盤底筋が上がるっていうのをっていう風に深呼吸しながら、こういう風に動きやすくなった。特に右側だけやって左側やってない今状態なので、比べてもらって、あ、こっちの方が呼吸しやすいな、骨盤底筋が呼吸の時に動いてるなっていうのを実感していただくといいかなと思います。でこの時に状態の変化が分からなくても OK です。大丈夫です。でこの状態でもなんとなくそんな感じがするな、よく分かんないな、だったらそれはそれで OK です。でそれを今度わざとこうやってお腹ですね、この骨盤の前側になりますけど、ここをわざとグッ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 と押してみてください。で押して同じく手のひらを返して深呼吸吸ってで吐いてでした時に、ここの動きがいい悪いって先ほどの変化ですね、ちょっと動きが悪くなったなってのを感じていただくと理想的ですね。でそれが、終わったら、確認が終わったらもう一回です。ここの、溝落ちから足のこの付け根というか、太ももの骨に向かってさあさあ、内ももに向かってさあ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 っていう風に縦方向撫でる。でここですね、骨盤の前側をさあ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 と撫でる。一応僕今分かりやすいように立っては確認してますけども、本当はこうやって座りながらしてください。で今度はお尻側で、今度座骨から恥骨側ですね。だから座ってるからどうしてもついてるので分かりにくいでしょうけど、ここの部分ですね。でもし撫でづらい方に関しては、こういうふうにちょっと浅めにかけてもらうと、こうやって出てきてると思うので、そういう感じで座っていただくともいいと思います。で撫でていただいて、で同じく手のひらを返して深呼吸吸って吐いてっていう風に、このまま撫でた後にもう一回動きやすくなったっていうのを体で体感ですね、感じていただくと、その撫でて緩めた後で変化が分かること
で特にその緩めた後に動かしたことの意識がちょっとしづらい部分なので、こういうような例えば呼吸ですね、呼吸なんかで動きやすいっていうのを感じていただくといいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、このようにリンパケアサークルゆるふわではいろいろな情報発信をしておりますので、興味のある方は、メルマガですね、説明欄に登録フォームがございますので、そちらから登録してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。